キメキメモリアルガールズサイド3小悪魔一途にニーナ攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。前回ファッションチェックをね受ける直前でちょっと終わりにしたんですが、まあ、服もねもう特に買いたいものもないですし、まあ、ちょっともういいかなと思ってファッションチェックをね前回録画を終えた後にしてきました。でついに春が訪れますのでちょっとね、今月あたりからね4月に向けての調整をね始めていきたいと思います。まずはちょっとね気配りを70にするところが大事ですね。第一関門ですね。うちはねちょっと行楽普通だけどいいや。でもね間違うともうここからね漏れなくねやり直しが待ってるんでちょっと慎重にやっていきたいと思います。魅力もちょっと低いな。魅力もちょっと、ね、100以上にねしないと見れないイベントがあらブーブー言ってるあるのでね。あでそうだファッションチェックも受けたばっかだけど今月中に受けとかないと受けられなくなっちゃうから、いやでも行楽いいんだずっと。いやでも今日受けちゃおう。ベスト赤手袋赤いミトンも装備しよう。じゃあもうお買い物はねしないのでちょっとカットしちゃいますがファッションチェックを受けていきたいと思います。あテストですね。で今ファッションチェックを受けてきて、で前回のね2月末のファッションチェックでレベルが上がったのでさすがにね上がんなかったですね。下から期末テストだ頑張ろう。今回はまあまあじゃない？気配り間に合うかな？心配になってきたわ。大丈夫だよね。うん、バッチリ。まあ今ね、順位はどうでもいいんですけどね、まだね。あ、これだけちょっとね、足引っ張ってますね。テストの結果が張り出されてるみたい。見に行ってみよっと。うん。やっぱ技術過程化が悪い。まあ、気配りがね、ちょっと。頭いい。あ、ルカ君。ご利益がありますように、握手して。ついでに、頭も触っとくか。もう、でも頑張ってよかった。あ、うちは装備し直してないね。うちはを装備して、あ、行楽、よし、行楽日和。来た。あ、ミオだ。
断られたりして見よう。何？ねえ、一緒に帰らない？うん、よかった。最近ずっと星の巡りがとか言って断られてたからさうん、じゃあ行こっか。もうすぐ春休みだね。うん、待ち遠しい。私もだけど、ミオはなんで待ち遠しいの？宿題ないし。あ、やっぱり？成績良くてもやっぱり嬉しいんだ。もちろん、やりたいことに時間を使える。やりたいこと？占いの研究とデータ収集。いつもやってるよね。いつもよりもっと深くて濃いことができるの。楽しみ。何するんだろう。張り込んで調べるのかしら。今週はバッチリ。バンビと一緒だと私も調子がいいんだ。バッチリって感じ。やったね。お、春休みか。あ、ニーナ登場まであとちょっとですね。カウントダウンが始まっています。でここからね、ほんとそう、慎重にならないと。一日一日をね、毎週末毎週末を、もう私全部あらかじめ行動を決めてあるので、ちょっとその通りにね、行動したいと思います。そう、まず4月4日からなんで、まあまだ大丈夫なんですけれども、とりあえず気配りをね、70以上に上げるというミッションを達成して、ストレスもできるだけちょっと下げときたいですね。いけるかな。どうだろう。まあいいや、ちょっと新年には念を入れて。よっしゃ、自由に過ごせる最後の週末。寝とくか。寝れなくなっちゃうから寝とくか。よし。ちょっとね、来週末からものすごい忙しくなるので、まあ魅力上げようか。魅力がね、結構低いから。ついに4月になりました。ハロゲンから来たかな？あ、来週か。来週だよね。来週でした。で、今日、やること、バイトを辞めます。もう来週から即ハロゲンでバイトできるように、まずバイトを辞めておきます。お電話ありがとうございます。花屋アンネリーです。藤谷です。すみません。アルバイトを辞めさせていただきたいんですが。残念だけど仕方ないな。今までありがとうね。こちらこそ今までお世話になりました。では、よし。で、これで、あ、入学式か。ついに、待っていたこの時。そろそろ入学式が始まる時間。体育館に行かなきゃ。あれ？あの後ろ姿、何か見覚えが。あ！ん？あ！同じ学校だったんだ。そりゃこっちのセリフ。え、てか、なんだよこれ。なんであんたここにいんの？ドッキリ？
私もびっくりしてるのに。だよな。あーもうわけわかんねえ。入学初日になんだよこのサプライズは。え、入学初日？これから入学式だし、あんたもだろ？違うけど。ちょっと待って、あんた何年？2年生。あんたが1個上？マジかよ。あ、もう行かなきゃ。私、藤谷しおり、よろしくね。ニーナ、純平、急がないと始まっちゃうよ。あ、うん、じゃあ。ニーナ君、年下だったんだ。そうね、高校生のさ、一個違いってさ、ものすごい違う感じがするよね。なんか、私ぐらいの年になるとさ、もう2、3歳なんて本当誤差の範囲っていう感じだけど、この年頃はね、そう、ね、特にさ、女の子から見て男の子ってね、もう同学年ですらね、子供に見えるからね。あ、まあ、いっか、入れようかな。今日から2年生、担任の先生、どんな人になるのかな。来た。はーい、静かにしろ。あ。おーす。先生の名前は、大迫ちゃん。また大迫先生が担任だ。自己紹介はまだしてないぞ。みんな知ってます。そうか、このクラスの担任になった。ちなみに合格。藤谷、読んでみろ。ふふ、大迫力。残念、大迫力と読む。なりは小さくても大迫力、よろしくな。大迫先生、この挨拶がやりたいんだね。2年生も楽しくなりそう。2年生は楽しくなるよ。乾ききった1年生をね、過ごしたけど。来ました、ハロゲンで、4月11日、今日はハロゲンへ電話をしたいと思います。あ、今日じゃないね、今日じゃなかったですね、来週末でした。低いから魅力を、そう、100までね、上げとかないといけないので、まああれは有効限定じゃないからね、いつでもいいっちゃいいんですけども。あ、カレンのイベントかな、これは。どうしよう、まあ、久しぶりに見るか。なんだろう、体育館入り口に女子の集団が。来た！あー！カレン様！素敵！カレン様って、もしかして。お疲れ様です、カレン様！カレン様、タオルです！使ってください！ありがとう。ユリコ。ユリコって、なんか、ユリコさんって人がもし見てたらすいませんだけど、結構、あれよね、レトロな感じよね。カレン様、昔のお嬢様的なお名前よね。ああ、ありがとう。ちょっと、今日のドリンク係は私、ちゃんと順番守ってよ。カレン様、こちらを。ありがとう。喧嘩しないでね。すごい人気。
あ、バンビ。お疲れ様、カレン。これから休憩？そうそう、この後約束してたんだよね。ごめん、遅くなって。約束？してたよね。あ、うん、してたしてた。よし、あっちで話そっか。それじゃあみんな、チャオ。バンビ、ナイスタイミング。ふふ、本当にお疲れ様。いつもあんな感じ？まあね、モテる女は辛いぜ。なんて。本当にありがとう。はあ、向こうでこっそり休憩してくる。チャオ。カレン、ちょっと疲れてるかも。あ、いいのか。はーい、バンビー。ん？あ、カレン、今度の日曜日暇？暇だと嬉しいな。あ、まさか。あー、ごめん、ちょっとさ、暇じゃないんだよ。バイトを始めたいの、私。ごめん。もうちょっとね、ニーナとデートして仲良くなってきてくれたから、誘ってきてほしいな、またね。遊園地の招待券もらったんだ。あー、やっぱね。今度の日曜日一緒にどう？それはごめん。へえ、他にも誰か来るの？まあね、でも細かいことは気にしない。これはね、ごめん。そっか、残念。また誘うね、チャオ。そうして、せっかく誘ってくれたのに悪いことしちゃったかな。バイトのさ、電話をしたいだけだからさ、してから行けばいいじゃんって思うんだけど。下校発生の週か。ここからね、修学旅行までの下校は全部ニーナとしたいと思うので、ニーナが出てくるまでちょっとタイムリープします。来た。あれ？今帰り？じゃあ、最初はね、ニーナで行きたいと思います。ニーナも？うん、何も用事ないんだったら途中までどう？せっかくだし。で、一緒に帰る、かつ必ずね、喫茶店に行きたいので、これをね、 OK してくれるまでやり直し続けます。誘ってくれればね、大丈夫なんだけど。いい提案いただきました。んじゃ、早速ゴー。うん、ところでニーナ。何？まあ、食べ物から聞いときますかね。好きな食べ物って何？は？なんか作ってくれよって話？まあ、それはそれとして、好き嫌いとかどう？ピザとかパスタとかだな。特にトマトソースのが好き。うん、私もね、パスタだったらね、まずトマトソース選ぶかな。トマトソースか、なるほど。トマトソースって言ってもさ、ケチャップじゃないぜ。なんつの、もっと本格的な。うんうん、わかるわかる。本格的か、難しそう。大丈夫だって、まずくってもうまいって言ってやるからな。悪気はないんだろうな。よし、セーブセーブ。で、今日はね、ハロゲンでバイトをしたいので、ハロゲンに電話をしたいと思います。はい、
コンビニエンスストアハロゲンでございます。アルバイト募集のメールを拝見してお電話させていただいたんですが、それじゃあ毎週水曜日と金曜日のシフトに入ってもらえるかな。わかりました、よろしくお願いします。では次回からお願いします。毎週水曜日と金曜日はコンビニエンスストアでアルバイト、よし頑張るぞ。よし、勉強するとタマオさんが出てきちゃうから、ああ魅力かな。今日から新しく入りました藤谷です、よろしくお願いします。君のシフトは毎週水曜日と金曜日だったね。よろしく頼むよ。はい、わかりました。よし頑張ろっと。にゃ、今日から仲間じゃん。あ、ニーナ、これからよろしくね。オッケー、わかんないことがあったら俺に聞いて、手取り足取り教えてあげる。これやっぱりさ、なんか昔のファミマの制服っぽいよね。こんな制服の時あった気がする。今回時間的にデートはお預けになりそうかな。ここからゴールデンウィークにね、立て続けに遊べるようにデートの約束を取り付けていくので、ちょっとそうですね、デート自体は次のパートからになっちゃいますかね。じゃあまずはね、最初いきなりなんですが、プールデートにね、誘いたいと思います。もしもし。あ、ニーナ、藤谷です。あー、うん、何？ね、5月2日に温水プールへ泳ぎに行かない？いいよ、待ち合わせとかどうする？じゃあ5月2日に公園入り口で。オッケー、じゃね。よかった、早く5月2日に2日が来ないかな。3回まではね、まあ断られないので、よかったって言おうと思ったけど、よかったも何もないんですね。ね、修学旅行ができるまで他のキャラはできれば出したくはないので、あ、しょうがない、さ、寝たくないけど寝るか。いや、ちょっと待ってよ。魅力でいいか、セーブしてからにしよう。例えばそうだ、今月の流行を調べてなかった。持ってるかな、やだな、持ってなかったら。え、下校？あ、バーン、今週も下校の週ですね。ちょっとじゃあこれもまたニーナが出てくるまで頑張りたいと思います。来たー、あれ今帰り？来たー、待ってたー、待つこと20分以上やっと来たー。うん、ニーナも？うん、何も用事ないんだったら途中までどう？せっかくだし。じゃあお茶して帰ろうよ。いい提案いただきました。
んじゃ、早速ゴー。うん。あーよかった。これで次に進める。つらい。ところでニーナ。何？必ず見るテレビ番組ってある？バラエティとか話題のドラマは一通り見てる。一通り？うん。やっぱさ、そういう引き出しって大事なんだって。あんたもいろいろ見た方がいいよ、ほんと。特にどういう時に大事だなって感じる？そりゃ、いろんなおね、おね、お願いをお星様にする時とかみたいな。まあそんな感じ。どんな感じ？もうちょっとね、心がまだ4月なのに心が折れそうでした。ちょっとね、何分やってるかもはやよくわからないんですが、多分デートまでねやっちゃうと長いはずなので、今日をゴールデンウィークのねお誘いを引き続きして終わりにしたいと思います。もしもーし。あ、ニーナ、藤谷です。あー、うん、何？ね、5月3日はワンニャンに、動物園のワンニャンに行きたいと思います。5月3日に動物園に行かない？いいよ。待ち合わせとかどうする？じゃあ5月3日にバス停で。オッケー。んじゃね。よかった。早く5月3日が来ないかな。あ、もういいか。1週間やって終わりにしようかな。こりゃあ、どうしようもない感じ。寝るか。いや、誘っちゃおうかな、ゴールデンウィーク。あ、ニーナ、藤谷です。あー、うん、何？ね、5月4日は、カラオケに行きたいと思います。5月4日にカラオケボックスへ歌いに行かない？いいよ。待ち合わせとかどうする？じゃあ5月4日に駅前広場で。オッケー。んじゃね。よかった。早く5月4日が来ないかな。はい、ということでデート前なんですが、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。